はい、皆さんこんにちは。ラクターペンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関することを毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はタップのことを中心に配信しております。ということで、もうお分かりですね。いきましょう。本日のテーマはこちら。はい、皆さん元気にタップダンス楽しんでますでしょうか。本日も皆さん方にお会いできたこと感謝して全力で配信していきたいと思います。皆さん方の貴重な10分ちょっといただきますけども、どうかその時間少しでも皆さん方のお役に立ててタップの楽しさ共有できたら嬉しいかなと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それでは本日の動画の流れを説明させていただきます。まず最初に今日やるステップ、続いてそのステップの解説。このステップの解説はですね、もう純粋にステップの順番のみの解説となっております。それから少し一緒に練習して曲に合わせて踊っていきたいと思います。それからまとめのコーナーを挟んでおまけのコーナーへと続いていきます。こちらのおまけのコーナーはですね、今日ちょっとなんかうまくいかなかったぞって方に向けてのですね、ヒントとなる動画となっております。ワンポイントコツですね、ここをねちょっと意識するとやりやすくなりますよっていうところのヒントになっておりますので、もしねちょっとうまくいかなかったぞって方はですね、ぜひこちらのおまけのコーナーまで見ていただくと少しはうまくいくようになるんじゃないかなと思います。またですね、もうステップの解説のみでうまくいったよって方はですね、もう一緒に踊ったところでこの動画のご視聴をやめていただいてもいいんじゃないかなと思います。ということで本日のテーマは両足を使って楽しんでいこうです。はい、今回の両足を使って楽しもうというテーマはですね、まあ大体タップダンスというとなんかこういっぱい音を鳴らすために右足左足別々の動きをして音をたくさん作っていきますよね。なんですけども、まあもちろんそれが一つの醍醐味ではあるんですけども、やっぱりね両足同時に踏むっていうところでちょっと強い音を作ったり、それがねまた面白く見えたりもしますのでね、ぜひそういったところを楽しんでもらえればと思います。ということで本日も楽しんでいきましょう。よーいスタート。はい、それでは本日のステップいってみたいと思います。3、4、5。それではステップの解説いきたいと思います。はい、私左のヒールから始めさせてもらいます。今回ねもうリズムに乗って楽しく踊るだけですので、もう覚えることも簡単順だと思います。しっかりリズムに乗って楽しんでいただければなと思います。それでは行きましょう。最初左のヒールからドンダドンダドンドンダズンダズンダドンドンダ。まあちょっともうリズム込みで言ってますけども、多分そっちで覚えた方がね今回分かりやすいと思いますので、いきましょう。左のヒールと右のステップ、はい、これしか使っておりません。はい、6のズンダズンダズンズンダときたらドタドタバ、右左右左バで頭から続きましょうね。はい、6せのズンダズンダドンドンタンドドンドドンタっていうリズムになります。はい、6せのズンダンズンダドンドンタンドドンドドンタね、おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。リズムはしっかりね、ズンダウンダウンダウンダみたいな感じで、ここのリズムをしっかり感じるのが重要かなと思います。それではあとは今日のテーマですね、やることとしては単純なんですけども、意外と今まで片足ずつタップダンスってね、なかなか片足ずつ動かしてたんですけども、今回両足動かすことにチャレンジしてます。ボールヒールボールボールヒールボール、まあちょっとねホップで入って、ホップで入る、はい、そしたらそのままホップヒールボールヒールボールヒールボール、リズムがジャン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 。今日やることね、これが以上になります。ちょっと一回後ろからやってみましょうね。5、6、7、8、ジャン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 。それでは頭から一回全部通してやってみましょう。5、6、7、8、ズンダズンダズンズンダダダダダダティティダティティダティダティティダダダ。おそらくねもう本当に今日やることは単純ですので大丈夫なんじゃないかなと思います。今回はいっぱい楽しんでみてください。それでは
まずゆっくり練習いきましょう。はい、せせのずだずだずずだりりりりだ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 だだ。はい、せせのずだずだずずだりりりりだりだりだりりりり。はい、せせのずだずだずずだりりりりだりだりだり。はい、せせのずだずだずずだりりりりだずだずだりりり。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。それではちょっと早くしてノリノリでいってみましょう。ファイブ、シックス、セーノー、ズンダ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 ダズン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 ダダズンダズンダズン。はい、シックスのズダズダズズダリリリリダフアフアアアアア。それでは曲に乗って楽しんでいきましょう。はい、それでは曲でいってみましょう。はい、シックスのはい、皆さんいかがだったでしょうか。両足で同時に音を鳴らす、意外にね難しかったんじゃないかなと思います。日頃ねわざと細かいタイミングで足をずらすっていうところを練習してますので、逆にね両足同時にボンって鳴らすのが難しかったりもしたんじゃないかなと思います。ただですね、まあ、こういうステップも中に入れていくと面白く見えてきたりもしますのでね、ぜひ両足いっぺんに鳴らすっていうこともねできるようになってもらえたら嬉しいかなと思います。ということで本日も長い間ご視聴ありがとうございました。もしよければ楽タップエンタメに参加ということで、チャンネル登録評価ボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Let's meet next movie。 バイバーイ。それでは本日もおまけのコーナーまで見ていただいて誠にありがとうございます。そしたらね、本日の今日のワンポイントコツいきたいと思います。まあ、今日のワンポイントコツはですね、まあテーマの通り両足でしっかりですね、両足、今までね必ず足を置いてっていう風に右足と左足の担当が大体ね大体分かれるっていうのがあったんですけども、やっぱり両足で踏むっていうのもたくさんありますので、しっかり両足で踏んでいくってことでですね、なんかどうしてもですねちょっと片足ずつ使うのが慣れちゃってて、だってだらって分かります、ちょっと今極端にやってますけども、両足で踏んでるつもりがこうやって音がずれちゃったりするので、今回ですね両足でバンっていう音が出したいので、音が右左でずれないようにしっかり両足同時にステップ、両足同時にヒール、両足同時にボールって感じで右左ずれないように気をつけることが一つ重要になってくるかなと思いますので、しっかり両足でねジャン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 。はい、この両足で踏むっていうのもね実はねたくさん使われてきますので、いつもねなんかトランプロールみたいにバラバラに踏むだけじゃなくて、両足で踏む、しっかり自分の足をコントロールするっていうところを分かってもらえれば大丈夫かなと思います。あともう一つ気をつけるところは最初のリズムですね。ズンダズンダドン、ズンダズンダズンじゃなくてズンダズンダドン、はい、このちょっとリズム食いつくところを気をつけてもらえればかっこいいリズムになりますのでね、ズンダズン
タズンタタタタタタではなくて、ズンタズンタドンドンタンタタンタタタ、そこちょっとねリズム食いつくからですね、ズンタズンタドン、はい、この左のヒールをちょっと意識したら大丈夫なんじゃないかなと思います。ということで本日もありがとうございました。バイバイ。